平泉渡る平泉渡るは、日本の政治家、外交官、衆議院議員、参議院議員、科学技術庁長,長官、経済企画庁長,長官を歴任。1929年に、福井県勝山市で生まれる。父は当時東京帝国大学助教授で後に教授となる国史学者の平泉清。旧制東京高等学校を経て、1952年に、 東京大学法学部政治学科を卒業後、外務省入省。フランス語研修院として、フランスのグルノーブル政治学院、エクスマル聖ユ大学などに学んだ。その後、在フランス大使館に勤務し、1954年に彷彿した鹿島森之助を案内したことがきっかけで、森之助に見込まれ、その三女、三重子と結婚。やがて国連代表部に当職期間。 在イラン大使館一等書記官を経て、1965年、森之助に日本に呼び戻されて、鹿島建設の専務取締役となり、同年、第7回参議院議員通常選挙に自由、民主党公認で全国区から立候補し、初当選。1971年、2回目の当選を果たした後、当時の佐藤栄作首相と森之助が、親友同士だったこともあり、 第三次、佐藤改造内閣で科学技術庁長官として入閣する。異例の抜擢に、あっと驚く、ためごろ人事などと言われたが、同年11月11日、同庁国立防災科学技術センターなどが、川崎市で行った崖崩れ実験の失敗で、報道関係者ら15名が、生き埋めとなって死亡するという惨事があり、11月15日に隕石辞任した。 その後、1974年から1975年にかけて、上智大学教授、渡辺翔一を相手に、学校での英語教育は、実用性を重視すべきか、教養と捉えるべきかをめぐる論戦を行ったりした。1976年、参議院議員を辞職し、第34回衆議院議員総選挙に、旧福井前県区から無所属で出馬し、衆議院議員に倶替え当選。 以後6回当選する。派閥は、高知会に所属した。当国際局長等を経て、1985年、第2次中曽根第二次改造内閣で、経済企画庁長,長官として2度目の入閣を果たすが、これも当時の中曽根康弘首相と関係の深い、鹿島系の配慮ではないかと囁かれた。翌1986年、フィリピンで秋野政権が誕生し、 マルコス前政権時代の経済援助に関する疑惑が取り沙汰されるようになると、平泉はフィリピンの問題は深く追求すると内政干渉になると発言した。フィリピンで手広く事業展開をしている鹿島建設に追求が及ぶのを防いでいるのではないかとみられ、野党は一斉に更迭要求を行ったが、中曽根首相の配慮により、衆院本会議の陳謝で収集を見た。 1996年の第41回衆議院議員総選挙で福井1区で新進党現職佐々木隆三や通称産業省を退官した無所属新人松宮伊に後人廃止落選し2000年2003年の総選挙も続けて落選し事実上の引退に追い込まれた2000年区一党局実大受賞受賞フランス語英語が非常に堪能で ドイツ語、ロシア語も会する。シーナ元ラと並んで、自民党を切っての国際派議員と目された。ただ、国水主義を貫く父親とは違い、政治思想的には、派と派を辞任していた。財団法人鹿島平和研究所会長、鹿島建設相談役、公益財団法人日本国際フォーラム政策委員を務めていた。2015年7月7日、漏水のため死去。 八十五歳没、のぐ正蔵くらい、平泉幸、平泉清平泉博、平泉渡る、鹿島森之助美恵子、ありがとうございます。